やあ皆さん、私は田舎町の小さな映画館、これまでにたくさんの映画を上映してきた。そんな中から3回にわたってオードリー・ヘプバーン全盛期の映画を紹介していこう。今日は第2回目、1959年緑の館から63年シャレードまで、アイドルスターを脱して幅広い役柄に挑戦し始めた充実期だ。この時期の初め、オードリーには出演を拒んだ一本の作品があった。アンネの日記。実年齢とのギャップもあるが、何よりもまずナチ占領下のオランダで厳しい少女時代を過ごしたオードリーには生々しすぎる題材だったのだ。というわけで、この時期は当時の夫で俳優のメル・ファーラーが監督した緑の館に始まる。オードリーの役は森の妖精のような女性で、それまでにない神秘的なもの。無造作っぽく下ろしたロングヘアも珍しく、世に数多い彼女のファンの中には、このオードリーが一番という人がいても不思議ではない。同じ59年、フレッド・ジンネマン監督の未曾物語に出演。高名な医者の娘が理想を志す話で、実話に基づく小説が原作だ。まず驚くのが、映画が始まってしばらくストーリーが展開しないこと。ひたすら厳しい修行の日々が続くばかりで、ドキュメンタリーをドラマ演出で再現したかのようだ。それでも見てしまうのは、未曽姿のオードリーの美しさはもちろん、俗世から離れた修道院の世界をしっかりと見せようとしているから。オードリーの演技は生真面目で、表情に緊迫感がある。断髪シーンはローマの休日の自由を謳歌するためのヘアカットとは大違いだ。後半ドラマが進んでから、アフリカはコンゴに派遣されたヒロインは、自らのあまりに強い使命感ゆえに苦闘する。晩年はユニセフの親善大使という職務に身を捧げ、世界の子供たちと交流したオードリーには大いに共感できる役柄だったことだろう。翌60年には唯一の西部劇「許されざる者」に出演。もちろんイーストウッドの同名作品とは別で、監督はジョン・ヒューストン。インディアンの血を引きながらも白人一家に育った娘を演じ、日葬物語に引き続いて苦悩する役柄。自らの額にインディアンの印としての線を引くシーンの激しさは見ものだ。ダブル主演のバート・ランカスターをはじめ、無声映画時代から活躍する至宝リリアン・ギッシュ、西部劇ファンに愛されたオーディ・マーフィーなど、厚みのあるキャスティング。先頃亡くなった燃えよドラゴンのジョン・サクソンも出演している。ちなみに撮影中、オードリーは落馬で骨折したが、その時看護したマリー・ルイーズ・アベが二層物語の主人公のモデルなのだ。さて、61年にはいよいよ人気作ティファニーで朝食を見出演。トルーマン・カポーティの原作をブレイク・エドワーズが監督。
ニューヨークという街を体現するつかみどころのない女性、ホリー・ゴライトリーを演じた。一つの事件の流れを追うような物語性の強い映画ではなく、ホリーをめぐる様々なエピソードを連ねるうちに人物像が浮かび上がるという趣向。フィルムで描くヒロインの肖像画とでも言うべきか。ジバンシーのデザインした黒いドレスに身を包んだイメージはビジュアル的に完璧なヒロイン造形だ。観客と共にホリーを見つめるのは若き無名作家のポール、演じるはジョージ・ペパーと後年の特攻野郎 A チームのスミス大佐とはガラリと異なる都会のイケメンだ。彼を援助する人妻役のパトリシア・ニールは不思議な存在感のある名演。パーティーシーンなど都会の競争をコメディタッチで描きながらも、どこか寂しさや無情感が漂うのが味わいで、その結晶がヘンリー・マンシーニ作曲の主題歌ムーンリバー。映画の中でオードリーがギターで歌うのだが、歌いやすいよう狭い音域で作曲されている。なのに世界で親しまれる名曲となったのだから、マンシーニは天才だ。同じ61年、噂の2人で8年ぶりにローマの休日のウィリアム・ワイラー監督と組んだ。ギリアン・ヘルマンによる戯曲の映画化で、シャーリー・マクレーンと共に寄宿制の女学校を営みながらも、レズビアンの噂を立てられて追い詰められる女教師を演じている。色彩豊かなティファニーに対し渋い白黒、あちらが高級娼婦なら女教師、コメディタッチに対しシリアスな会話劇。この2作が同年ということをとっても、この時期いかに俳優として幅を広げることに意欲的だったかわかるだろう。激しい感情をぶつけるのはマクレーンの方で、オードリーはどちらかというと受けの芝居だ。しかしこれがなかなかの名演で、本来の資質は受動的な人だったのではないかと思わせられる。噂の元となる子供の悪魔のような性格描写を含め、かなり見応えのある映画で、題材的にも無責任な抽象が広がるネット社会の現代にこそ見られるべきかもしれない。この頃パリで一緒にが撮影されたが、公開は64年。ここでは公開順を目安にしているので、次回に回させてもらう。さて、1963年はローマの休日でスターとなってから10周年。シャレードはずっとオードリーを追いかけていたファンたちへのプレゼントとも言えそうな充実した娯楽作だ。監督はパリの恋人のスタンリー・ドーネン。オードリーが演じるのは愛の冷えた若妻。突然の夫の死から謎めいた男たちにつきまとわれ始める。どうやら夫のきな臭い隠し財産が目当てらしいのだが、などというと、さぞやまがまがしい暗いタッチの映画かと思われかねないが、同年はミュージカル映画で鍛えた流麗なカメラワークとテンポの良さで気持ちよく見せていく。何よりもオードリーにケイリー・グラントという極めつけのスターの顔合わせが華やか。グラントが福
を着たままシャワーを浴びるおふざけは彼にしか出せない味だ。ウォルター・マッソー以下、共演陣も充実。悪役に徹したジェームズ・コバーンがマッチでオードリーを脅すところなど、やってることはせこいのに凄みがある。007シリーズでもおなじみのモーリス・ビンダーによるタイトルデザインも秀逸だ。さて、この時期を語り終えるに際して一人大事な人物を挙げておこう。フランツ・プラナー、ローマの休日のカメラマンだが、未曽物語、許されざる者、ティファニーで朝食を、噂の二人と、この時期のオードリーを撮り続けた人物だ。黎明期のドイツ映画で腕を磨き、ナチスの台頭を避けてオーストリアからハリウッドに移ったプラナーのキャリアは、ナチス支配下の厳しさを知り、ヨーロッパから渡米して成功したオードリーが共感できるものだったのではなかろうか。なお、噂の二人はプラナーの最後の長編劇映画であり、その陰影に満ちた画面はドイツ表現主義の時代を生きた者にふさわしい。さて、今日のお話はこれでおしまい。次回は64年パリで一緒にマイ・フェア・レディから67年暗くなるまで待ってまでのオードリー作品を語ろう。それではまた会おう。